ふと考える。幸せってなんだろう。現状お金はない。特に有名でもない。旅行はめったに行かない。行っても近場。飛行機は格安。食事はスーパーの安売り。たまにコンビニ。ランチは2000円を超えない。仕事は特にやりがいはない。地味で目立たない。それでも毎日ヘトヘト。休日は疲れてゴロゴロ過ごす。放っておけば365日一人だ。それでも人並みといえば人並み。人並みの基準はわからないけど、ギリギリ人並みと思い込む。でも何かが足りない。幸せだと胸を張って言えない。なんだろう、幸せって。でもやっぱり電車に乗って出かけるのは楽しい。近くても。飛行機に乗って旅をする。盛り上がらないわけがない。それが幸せなのか。いや、そうなら旅行に行かないと幸せになれないことになる。条件付きの幸せは本物の幸せじゃないと思いたい。それなら何が幸せなんだろう。例えば電車に乗って出かける。綺麗な景色や風景に出会う。心が解き放たれる。アートに触れる。創造性が刺激される。うまいものを食う。作り手の心を感じる。こういうことが重なると心が満たされる。心の奥の何かを何かすれば何かがどうにかなって幸せ宣言できるのか、よくわからない。でも幸せには心が大事、これが大事。そういうことかも。飛行機や電車に乗って出かける。車でもいい。綺麗な景色や風景を訪ねる。見慣れた街並みに何かを発見する。アートに触れる。そしてうまい飯を食らう。心が広がる。心が満ちる。自分らしく。ということでご飯食べよう。イタリアン、自家製麺のパスタランチ、行ってみるか。店の雰囲気は上々。へえ、ソーダ水か。うまい。飲み干しちゃうな。さて、前菜からいただきます。まずはカプレーゼ。豆乳チーズ、そしてトマト。オリーブオイルで一気にイタリアン。
ツナとコーンのキッシュ。ツナとコーンが合っている。いい感じ。パテ。豚肉と枝豆、さつまいも。この店、手抜きはない。フリッタータ。うまい。冷製コーンポタージュ。確かにコーンだ。うまい。味付けが絶妙。京都のだし文化がイタリアンにも影響。いい塩梅。最後にサラミ。前菜だけで十分満足した。これはいい店を見つけた。メインのパスタ、いい匂い。ああ、ペペロンチーノベース、ニンニクベース、たまらない。うまいな。もしパンがあればこれにつけてるな。ほんとうまい。止まらない。ラストスパート、ぐんぐんいく。美味しかった。ドルチェも看板みたいだ。デザートにも期待できる。程よい甘さ。うまい。入る入る。ほんと最後の最後まで手抜きなし。これが京都人の仕事か。伝統の力に感服。満足。ごちそうさまでした。適当に入ったのに心が満たされた。これが京都の標準なら京都ってすごい。このモナカも期待できるかな。幸せが何か、正直まだわからない。でもだからこれからも考えよう。アートに飯、共に満足。頑張ろう。